ロスのダウンタウン、今で言えば DTLA と呼ばれて DTLA 昔すごく治安悪いところでした。ちょっと最近はトレンディになって、もう DTLA のルネサンスになってるよ。そうなんだ。歩いてデリバリーできることもあります。歩くは大変でしょ、いくらなんだ。Oh my god、はい、でもちょっと質問、歩いてデリバリーできるぐらいの距離ってことは、買いに来てテイクアウトすればいいんじゃない？身も蓋もない、うん、いい質問だよ。放送作家の柴津です。よろしくお願いします。今回はですね、こちらのメンバーに来てもらっております。よろしくお願いします。さあ、今回の企画はこちらです。チャールズプレゼンツ、ロサンゼルスのダウンタウンで人気のフードメニュー4000。前回ですね、チャールズさんがUber Eats をハリウッドでやったらチップを多くもらえるんじゃないかという調査した話をしていただきました。その結果ですね、はい、ハリウッドセレブケチだという話でしたね、はい、さようでございます。はい、そんなねチャールズさんが、まあ、ロサンゼルスのダウンタウンで、配達した経験もあるということで、これはね本にもされてるということなんですが、これどういった内容になる本なんですか？ロスのダウンタウン、今で言えば DTLA DTLA、うん、昔すごく治安悪いところでした。ちょっと最近はトレンディになって、もう DTLA のルネサンスになってるよ。そうなんだ。ルネサンス、なんかちょっとおしゃれスポットっていうか、最先端の部分が出始めてるんですね。チャールズさん、実際ねDTLA で人気のメニューとか、そこで人気の食べ物とかあったりするんですか？あります。やってきたデリバリーの中で一番人気あったのはメキシカンでした。そして今4番目、シルに聞いたことあるかな、ニューアメリカン料理。何ニューアメリカン？ニューアメリカン、これはね、まあ、最近できたあの料理の肩書きで、ちょっとおしゃれになってる、普通のおじいちゃんおばあちゃんが食うようなハンバーガーじゃなくて、アメリカ人のおしゃれさんが食べれる凝ったサラダとか、ナイスに焼いたサーモンとか、進化してきましたよアメリカの料理は。何がニューなのか今さっぱり分かんないんだけど、例えば今出てくるのはボールっていうんですかね、あの丼みたいなやつ、ボール、まあ簡単に言えばサラダがちょっとおしゃれにアレンジして、あれちょっと健康的なもの、なるほどとか、ナイスに焼いたチキンとか、まあ、はい、それをニューアメリカンと呼ばれてます。そういうちょっとヘルシー系のメニューがあるんですね。わかりました。 wow. Wow.、はい、今アメリカでUber Eatsとか運転してデリバリーできます、うん、車で、うんうん、で人口密度高いところで歩いてデリバリーできることもあります。歩くは大変でしょ、いくらなんだ。 Oh my god、まあ、知らなかった、シルに全然、はい、こんなことできないよね普通ね、アメリカのマンハッタンとかシカゴみたいな、あ、はい、大きい街、はい、大きくて人口密度がすごく密集してる、そうするとこ歩いてデリバリーできますよ。でもちょっと質問、歩いてデリバリーできるぐらいの距離ってことは、買いに来てテイクアウトすればいいんじゃない？身も蓋もない、うん、いい質問だよ。いくつかの理由がありますよ。例えば事務所で働いてる女性がハイヒールを履いてるんじゃないですか。あの、街に出てもハンバーガーを取りに行きたくないとか、うん、そういうのも、うんうん、あとはですね、すごくレベル高いと、はいはい、例えば、はい、
インベストメントバンクとか弁護士とか、うん、あの街に出て、あのチポーレとかタコスのところ、うん、並びたくない、恥ずかしくて、はいはいはい、はいはいはい、そのとおりのがあるの、うんうん、はい、うん、あとは怠け者休みの日はパジャマで街出たくない、パジャマの格好で一日テレビ見てるよ、で、はいはい、ウーバーイーツ答えはハイヒール、偉い人、それで怠け者、うんうん、その3つがね、綺麗にまとまったな今、うん、ちょっと納得しちゃったな、そうなんだ、このデリバリーをやってると、あ、じゃあ本にしようかなと思って万歩計を買いました。平均的に1日2万歩歩きました、うん、18キロぐらい痩せました。マイガー、これチャールズさん、はい、嘘、僕の写真のみたいだね、超デブ、超ベリーデブこれが、うん、上着がはち切れそう、ね、うわ、痩せたね、ねえ、かわいい、かわいい。ではですね、チャールズさんにそんなね、DTLA の人気フードメニューを教えていただきましょう。まず一つ目は何でしょうか。一つ目の人気メニュー、自分も挑戦してみましたが、ベトナムの丼屋さん、ブーダベリー。ブーダのバラ肉で、バジルで炒めたブーダベリーの丼、人気メニューの一つ目でした。はい。ちょっとね、まあエスニックな感じなんだね。美味しい、うん、美味しそう。美味しそうだね。シロニーさんどうですかこれ？食べたことない。この辺はベトナム料理あんまり綺麗じゃない。すごく貧乏みたいです。ちょっと貧乏くさい。この辺は、はい、すごく安っぽい。安っぽい、はい、うん。アメリカ国土が広いから西側と東側でアジア人のいる比率が全然違うんですよね。はい、あ、多分西側の方とかだったらアジア人も多いから、うん、あの綺麗な美味しい料理が出てくる、うん、エスニックのでも、うんうんうん、東側に行くと多分こうかなみたいなやつとかが多い気がする。あ、ちょっとイメージ、実際の出てくる料理も違うってこと、はい、違うと思う。あ、だからシドニーさんは東側の感覚で言うとなんかそれ貧乏人が食べてんじゃないのみたいなイメージがあるの、うん、うん、あ、そう、なるほど、はい、いろいろ他にもなんか料理があるんですね。サンドイッチみたいなやつはバンミーと呼ばれますんで、最近流行りはもう10年流行りだした、うん、あ、美味しそう、本当に美味しそうだよ。シリーズはいいんじゃないのこれだったら、別に美味しそうじゃないですか、うん、はい、いいですよ、はいはい、はい、では続いてチャールさん、2品目教えてください。2つ目はスピッツという店の、うん、ベルリナー、ドイツのベルリン、ベルリーナーだね、中海の料理中海の料理、うん、中海の料理、実はスピッツはですね、リトル東京 にあります。ああ、へえ。日本料理じゃないんですけれども、まあ、とりあえずそのおしゃれな料理さんがブラーッとたくさん並んでるところで、私が、まあ、地中海メディタラニアン料理なら、あのダウンタウン LA のベストだと思います。うーん、これが地中海のサラダになるわけですか。わー、すごい、これ真ん中のやつトルティーヤですか、ナチョス、トルティーヤみたいなものですか、うん、なんかね、ちょっと揚げたようなやつでね、うん、なんかあのヨーロッパの料理みたいだったけど、うん、発音はね、なんかメキシコ料理っぽさもあるなと思ってみて、ね、なんかそんな、うん、サルサソースみたいな感じでね、はいはい、トマトもあって、地中海の味を出した、トマトにあのフェタチーズ、うん、それで地中海の味を出してると思います。だからなんかあんまり地中海料理っていうよりちょっとメキシカンチックな感じじゃないですか。どうですか、まゆみさん。
私も見ててメキシコっぽいメニュー多いなと思いながら、うん、なんかブリトーだよなとか、うん、タコスだよなとかって思いながら見てました、うん、というかシドニーさん、あの収録中なんか食べ始めてるけど本格的な食事がなんか始まったシドニーさん大丈夫？ごめんねマルちゃんマルちゃんインスタントラーメンよふざけんなよ。ふざけんなよ。これグルメの番組ですよ。あの今本当に今収録中にそんな自由にそれだけ食べてる人もなかなかいないんだよ。どこな食べ物だんだんお腹。はい、美味しいよ。でもチャールズの写真すごくうん。そんな番組ないでしょ。なんで自分が食べながら感想言うってごめんねチャオそんな人いないよもうさ、うん、シドニーさんごめんねチャオもう、うん、ちょっと話戻すとそんなねスピッツというところのねなんかちょっとメキシカンな感じで、はい、わかりました。では続いて、チャールさん人気のフードメニュー教えてください。ブルゴギのブリトス。ほう、これも美味しい、ね、肉のタレを入れたメキシカンのブリトスですよ、うんうんうん、まさに人種の劣望から出てくるフュージョン料理ですよ。大変美味しいと思う。え、マイミさんメキシコではあれ、はい、ああいうのないですか？タコスっていうか、ないですないです。ブリト私は見たことないですね。ブリトないでしょ。ブリさんが何気にまた食べてお腹空いた。まあいいや、もう気になっちゃって。どうぞ、もう食べて食べて。でもこのね、プルコギのブリトスがやっぱもうアメリカ人にも大人気なんですね、これがね。本当にロース中に普及してきました。もうそういう定番料理なのね。はい。そうなんだ。ちょっとこれは勉強になりました。はい、わかりました。すごい、食べたい。ね、はい、では続いてチャールさん、人気のフードメニュー何でしょうか。日本の皆さん、ケージョン料理はご存知ですか。ケージョン料理ちょっと分かんない。はい、ご存知ですよ。はい、お、あ、シロニーさんやっぱ知ってる。ケージョンはアメリカのルイジアナ州、うん、だから、うん、フランスの植民地時代、フランスの原住民と黒人の方が一緒に結婚し合ってできた料理みたいな感じ。じゃあそんな料理で今流行ってるのをご紹介いただきましょう。はい。今だけ流行ってるっていうことじゃなくて、ダウンタウンロスでフュージョン料理が流行ってるから、うん、ケージョンパス韓国料理、中華料理を混ぜたアンコプタン。へぇー。かなりフュージョンしてるのね。いっぱいミックスしてる。意外なコンビネーションでしょ。うん、このアンクル・ジョーンズっていうお店でそういうのを提供してるんですね。はい、おあ、エビとポテトみたいな感じ。はい、エビ。配達をしてる最中にあんまりにもその香りが良くてもうパクりたいと思いました。うん、もうこれは娘のために。美味しすぎて香りがめっちゃいいんだこれ。中国とケイジャンの融合でできた料理で。僕はもうこれは一度食べたらもう気絶しちゃうぐらい美味しいですよ。そうなんだ。気絶しんど。っていうかどの辺が中華なのかもちょっとよくわかんないんだけど。これは中華っぽくないですか？チャーハンみたいな。うんうん。とりあえずちょっとピリ辛でシュリンプ、エビ、あとは何ですかね、うん、ジャンバライアっていうシチューとか。うん、はい。うん、ガンボーとか、はい、まあ、ガンボー。イメージ的には、うん、またマルちゃん食べてんね。はい、でも全部終わりましたよ。あ、それは何なの？枝豆。もう自由だな。本当に自由だな。フリーダムだね、本当に。オッケー、チャールズありがとう。非常に勉強になりました。はい。ぜひ、うん、日本の皆さん、DTLA のルネサンス、うん、DTLA ね、ルネサンスのフュージョン料理を試してみてください。はい、ありがとうございました。バイバイ。はい。今日はこの辺で皆さんさよなら。バイバイ。またね。はい。バイバイ。はい、ありがとう。